細い細い、完全にパパラッチの目してました今、完全にパパラッチ、まあ、本業ですから細いね、細い細長い、お前ら撮るんじゃないよこの野郎バカ野郎、怒られるだろバカ野郎、この野郎野郎、俺たちの目に焼き付けてやってんだこの顔鼻くそ映ってる時と同じだよそれさあということで、食事も終わりまして、これより、後半戦突入でございますが、はい、前半戦のおさらいしておきましょう、はい、私が投資は覚えてないですけど1000枚ぐらい、覚えてないの、なんとなく、まあ、1万円使ってないです、何千円か、何千、3000、4000ぐらいだと思いますね、それで、今1000枚ぐらいのコイン持ってます。でいっぱい使うほど分かんなくなるんですよ、はい、そんぐらいだったら、まあまあまあ3000だったら別に落としてもいいかなっていう、なんか嫌味にしか聞こえない富裕層ですから、富裕層ですそっちそっちです。私はと言いますと、ゲッタマースで、もし発展で今飲まれたと思うんですね。今、寝なし草寝なし草、言い換えたらフリーです、ね、ここからバラ色の出会いが始まってるかも、はい、フリーセックス、ね、素晴らしいでございますね。それは素晴らしい、ね、この後どうするんですか。俺は粘ります、とりあえず、あの悪くないんで、あれやめたら俺取るでしょ、えなるでしょ、えなるよ、えなるよね、一根とんじゃないか、誰のバレ、誰のバレ、全然似てねえし誰かすらも分からなかったよね今のね、ちょっとクオリティの低さには定評がありますけど、はい、それではジャラン平塚店さんよりインフォメーションです。ジャラン平塚店は平塚総合運動公園そば、パチンコ560台、スロット320台、計880台で、766台分の大型駐車場も完備しております。パチンコ全台パーソナルシステム&ちょだま乗り入れシステムを導入し、快適な遊戯空間にてご遊戯いただけます。誰だよ最新台も積極的に導入、皆様のご来店心よりお待ちしております。さてどうしましょうかね。これじゃ見えねえよな、なあ、朝一台打っちゃう、花火見てみよう。やっぱ残り時間を考えるとちょっとね、一発ハマったらもう取り戻せなくなっちゃうんで。さあじゃあ後半戦スタートでございます。まあまああるんでね、これなんとか減らさない、ちょいちょい増やしつつという感じでございます。頑張りたい。まあ今いなくなっちゃったんで隣、なかなか話すこともないんですけどね、なんか入ったら喋りましょうかねたまにはいいんじゃない、なんかそういう無声映画みたいな、無声タッチの無声じゃねえぞチャップリン、チャップリン、ライムライト、ライムライト、あの声のない映画っていうね、無の声、無声映画いいんじゃない、なんか音声も全部切っちゃってっていう。花火は2台開いております。ビッグ引いてない台、いや結構人気だな。
人気ですね。どうすかな。これでも売ってみっか。じゃあちょっとだけ、ちょっとだけ。朝一から26ゲームですね。まあリセットじゃない、もしくはモードが低そうということで捨てられたんだろうけども、まあ塾長のゲッターが稼働台で出てるから、稼働をちょっと打ってみようかなと、それだけの理由です。タカちゃんどこ行ったんだろう。花火でも打つもんだと思ったけど、花火行こうかなって言ってたんだけどね。本当に持ち場行っちゃったかな、あの人。兄貴どこ行った。兄貴はやっぱりこっちかな。嫌がったよ。早いな、やっぱり凱旋は。やばい、これじゃ写真撮れねえよ、マジ。どうすんだよ。お、熱い。あー、どこだ。お、お酢を、お酢を。これオレンジないんで、あとスイカだけですね。あ、あるな、これ、あるな、あるな、ダメだな。ああもう、ああ、素人か俺は。ノズル出しっぱなし。ああ、惨めだな、コインを拾う姿って。すんげえ滑った。もう外れなくなってきたね。なんかタケちゃんがいた時の方が悪いのを全部吸い取ってくれたみたい。いなくなったら途端に出なくなったよ。
お、きなの3連4連しとけせず、一応前兆挙動フェイクか本物かは分かんないけど、あら、いますね。ただ何で当たったか分かんない。残った、残った、残った。ここまで煽っといてダメっすか。あー、ショック。一応もうみんな知ってると思うんですけど、中尾ステージに解説しておきますか、やめときますか、やめときましょうか。まあ、ね、ネズミ狙うっていうねやつ、中リールの上段付近にネズミを狙うっていう。で、これとまたリプレイできと、これはもう外れ、何もなし。あってもここでオレンジの腹出しあれば、オレンジチョークのネズミピック確定。知ってるよね、割り。僕はあんまり好きじゃないです。なぜかというと、もう真ん中から押すとゲッターマウスである意味がない、何でもいいだろって別にいう風になるんで、眠い時だけ中押します。眠いんです、すっげえ眠いです僕、眠い時だけやります。ダメだ、やめよう。6000円153ゲーム、まあ、130ゲームぐらいですね。何も分かんないですけど、やっぱもう残り時間が短いんで、ポンポコね、ポンポコ打っていかないと。よいしょ。そして朝一台でございます。大いに、静か。今日一番のハマりですね。279ゲーム今。こんなハマってないもんね今日ね。今日一のハマり食らってます。大ハマり。もう300も回してんすよ。なんで？なんで？お？なんで？違うのかい。
でも上がってんだよな、右上がりきなな一発。なんじゃねえの。完全に上がってますね。とどめ。いっとけ。さらに、さらにいっとけや。127ゲーム、相当数19本ですね。まだまだいけますよ。集団キナナからかな。どこ狙おうかな。中、中押しちゃう。一番寒いのは下段までネズミが滑ってくるパターン。一枚焼く。寒かった。寝ちゃった。起きるなよ、起きるなよ。まだまだ起きるなよ。キモ、キモ。気持ち悪い。動くな。動くな。落ちてるわ。これ、俺釣られたな。メガネ取ってよ、メガネ。メガネ取ってよ。美しい絵が撮れました。気持ち悪い。寝てなんかいないですよ、俺は。寝てなんかいませんよ、俺は。言ってきますけど。
あれ自分で書いて寝てんじゃん。おお、まんまと餌に食いついてしまった。ゲッターのが出んじゃねえかよ。お、ストックいます。美しい、これは美しい。美しい、これは美しい。よし、単発だろうと。大体単発ですし、単発だろうとしか思ってなかったときに、あのGゾーン5ゲーム目バラケメ終了。嬉しいね。憎いね。うん、残った。もう揃いますけどね。取っとくか。やっと外れた。やっと外れた。ビッグがいいよ、ビッグが。やばい、嫌な予感。あ、よかった。おい。後半戦入ったから無口になったね、俺ね。突然無口になったね。あの台があんまりこうね、グイグイいかないから、本当俺が喋んなきゃいけないっていう、めんどくせえなっていうね。あんまり喋るの得意じゃない。熱っとか言ってりゃいい。熱っ、篤姫とか言ってればいい。
お、このままリーチかかるなよ、リーチかかるなよ。あー、かかっちゃった。残念。寝てないです。ちょっとどうしようかなって考えて、中段リップ一発で上がる、マジか。入った。あんま嬉しそうじゃない？いや嬉しいよ。まあまあ嬉しい。はい、ビッグ。ここで喜ぶ。あざっす。俺よく言われるんですよ、ホールで行くじゃないですか、本当にあんな感じで打ってるんですかって。打つか。誰が打つか。テレビだからちょっとおどけて見せてるだけですよ。バカじゃねえか。47歳ですからね、言っときますけど、おじさんね、もう47ですよ、47ね。ちょっと世の中で47歳元気出たんじゃないかな。ああ。また出ちゃった。また出ちゃいましたね。ずっと昨日の夜から何度も酢を飲んで抑えてはいたんですけども、ダメっすね、すごいしゃっくり。酢わざとじゃないの。ガチなんですよこれ。さっき車の中でもすごかったですね、飯食ってね。飯食って今日落ち着いたんですけどね、思ったら後半戦中は多分1回も出てない。そうそうそう、終わった瞬間ですね、もう安堵した瞬間またしゃっくりが。なんだろう、パチスロがストレスなんかな。今頃気づいちゃった、まあ結果の方ですけど。結果っすか。まあゲッター8000でね、はい、遊べて、はい、遊べたんですよね、結構遊べたんですけどね、その後ちょっと勝負に出たら、まあはい、まあまあ帰る、まあ帰る位置になったと、はい、でもまあ、まあ、ポツポツ当たって俺が悪かったということですね、行いよくしますね、はい。私はあのゲッターマー最初座ったファーストクラスね、あの角で大丈夫ですか。いやファーストクラスいいね。あの席間がですよ、席間がファーストクラスっていう。しかもほら出たって名前も友達。そうそうそう、あの子役自体はそんな良くなかったと思うんですけど、政府専用機ぐらいじゃない。そうそうそう、かなり良かったです。、まあ、とりあえず出ました、2300万円ぐらい出ましたね。
はい、ありがとうございますね。ありがとうございますということでございますけど、これで3連勝そうっすね、僕言われてみればじゃらん3連勝ですね。また今日半分返しちゃったよ。そうですね、2敗、1勝2敗ですか今のところ。あ、まあとりあえず、実戦の方はそんな感じだったんですけども、写真の方ですよ。全然撮ってなかったでしょ。後半撮りましたよ。撮りました、無理くり。大丈夫ですか。もうダメですよ帰りの電車かなんかやっぱ酢飲んだ方がいいんじゃないですか。酢を、僕は1枚これです。美しいってことだったんで、お店の看板娘ですね。朝撮らせてもらったんですけど、それの写りが今一つだったんで、あの最後にもう一回撮らせていただきました。あとこれですかね、かっこいいんですよ、イケメンの店員さん。ちょっと鳩山幸雄似てるかなって感じしないでもないですけど、人ばっかりじゃん、じゃあ今撮るわ。え、ま、さっきの角度やって。撮れました、これこれでね、歩きスマホやってるとね、こうやって歩いてるように見えるの。こうしゃっくりが説得力を台無しにしますね、本当にね。もう一個がこれですか、これ G ゾーン、はい、5ゲーム目バラケ目ストックあり、ストックがあるかないか分かんない状況でこうなった時の、嬉しいですね。我々のその写真の方の判定は、これは金万宝先生に大先生にまたね決めていただくという。まあ今日来ないですね、まあ、基本あいつ1回目しか来ないですから、もうあとは1回も来ないと思っていただいて間違いないと思いますね。とりあえず今回はまあパチロだけのところを見たら私は勝ち、中竹さんは負けということでございました、ね。まあ、だんだん傾向見えてきたんで、はい、分かった、だんだん読めてきたって。そう、だんだん読めてこないとバカですからね、あの小手差し行った頃の私たちになりますからね、気をつけましょうねということでございますさあ、じゃあ今回はこの辺でということでね、また次回お楽しみにしていただきたいと思います。さよなら。さよなら。あ、開いてない。じゃらん平塚店新大インフォメーション。これもトレウトかな。最新のやつならじゃらん平塚店待ってる。